こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの片付ける勇気という一冊になります。こちらは、アドラー心理学のベストセラーになりました嫌われる勇気という本があるんですけれども、片付けるということを、アドラー心理学に基づいて、解説した説明した片付けられるようになる一冊ということになっています。でアドラー心理学に基づき、さまざまな方法や具体的な方法が書かれているわけなんですが、非常に勉強になったのは、まずどういうような部屋にしたいのかということがまず僕にはないということで、まず自分の理想の部屋ということをイメージするところから始めてみたいなというふうに感じまして、具体的には本の片付け方法などが非常に参考になりました。このアドラー心理学に基づいた片付ける勇気、片付ける勇気を持って部屋の方を片付けてみたいと思います。以上です。